山田です。はい、スポットライトアワー。6月はですね、1回ちょっとお休みがあって、で、2回目から開催と。今回が、ミネズミさんですね。はい。ということで、ミネズミさんは、色違いが、割とね、早い段階で実装されたポケモンでございます。色違いね、持ってない方もいらっしゃると思います。ということでですね、今回はですね、ちょっとミネズミのね、色違いを狙っていこうと思います。で、最大限ね、ちょっとね、ミネズミの色違い、今、青色なんですけども、あいつを出すためにね、ちょっとね、やれる工夫と言いますか、っていうのをですね、今回ちょっとレクチャーしていこうと思います。ポイントは一つだけですね、自分自身が、色違いになることかなというふうに思います。はい。ということでですね、今回もちょっと色違いになっていこうと思います。ということで完成しました!シャイニー山田ブルーバージョンでございます。さあ。こちらの準備ですね、だいたい20分ほど経ちました。ただいま18時13分でーす。かけすぎた。準備に時間をかけすぎましたね。でも、まあ、僕のね、この、シャイニー山田の、色違いの確率、みんな、前回見てくれてるはず。もうこの、なはず。この状態の、山田はですね、いや、シャイニー山田は、色違い、自分が狙ったものを一撃で、いや、一撃は言い過ぎた。しかし、その1時間の間で、100発100中で今まで出してきている。なぜ 100% なのか、それは動画が1本しかないから。しかし、今日2本目だ。ここでも出したら真の 100% だと言えるのではないか?さあ、ショータイム行くぜ!それではまずはね、今お香を焚いてある。お香を焚いてあるということは周りに見えず、お香からはポッポだったが、ミネズミが近くに湧いている。消える、ミネズミが出る。よし。それでは、今から45分間でこの私、シャイニー山田が、ミネズミの色違いみんなに見せてやろう。行くぜ!シャイニー!ノーシャイニー!このミネズミはノーシャイニー。しかし、シャイニー山田はな、相手がシャイニーか、シャイニーじゃないかなんてことでな、判断しないんだよ。私はすべてのポケモンを平等に愛する。それが、私、シャイニー山田の、ポケモン道だ。ほら、さあ、おいで。さあ、おとなしく入っていいミネズミだ。ナイス、シャイニー。君はシャイニーではないが、そんな君の心はシャイニーと同じだけ輝いている。さあ、2匹目のミネズミだ。これはあと45匹分繰り返すよ!さあ、ノーシャイニーミネズミだ。レッドミネズミ。いいんだよ。そんな君でも僕は愛そう。愛していこうではないか。こちらが、愛を伝えたポケモンは、出てくることなんかないんだ。一発で入ってくれるんだ。そう。スマホ越しにポケモンにはちゃんとみんなの愛伝わっ。弱。君も赤か。赤い方のミネズミだ。しかしその51というとても可愛らしい CP。捕まえる前から愛らしい。愛らしい。この愛が伝わるんだ。どうだみんな。僕は今君たちに見せてるのはただのポケゴーじゃない。ポケ活じゃない。愛のあるコミュニケーションを今みんなに俺は見せているんだよ。伝わってるかい?僕の心のシャイニーみんなに伝わってる?伝わってたら君の Your Heart もシャイニーしてるはずだから。Your Heart is shiny!4 匹目のミネズミ。君はノンシャイニー。まあまあいいだろう。君は、ノンシャイニーの中ではだいぶシャイニー寄りだよ。さあ、出ておいで。ネクストミネズミ is no shiny, but I catch this ミネズミ because I have love. ミネズミが、出てこないんだ。なぜか僕のお香からはミネズミがなかなか出てこないんだ。見てくれ。イワークだ。いや、しかし、イワークもシャイニーがいるだろう。ただ奴は緑色。今の私のこのカラーとはマッチしていない。だからおそらく色違い確率は
ノーマル、いや、むしろ青く染まってしまっているブルーシャイニー山田だと、確率は平均よりも低いのではないか。おっと、ここでミュウツーのヘルプが入る。ミュウツーのこのクイ、このクイって、いつもだったらもう、人では、人でマン人でマン人でマン、いや違う、人ではと言いたいの俺は。うん。人とのな、交流をね、避けているミュウツーが、そんな人間のことを助けるなんてことはあるのか。しかし、僕の相棒のミュウツーはいつだってこうやって僕のことを助けてくれる。つまり、奴の心もシャイニーということだ。ミネズミ、俺がシャイニーの話をしたら出てきてくれたね。誰だ？ノーシャイニーミネズミ。カモン、シャイニーノーシャイニーシャイニージャックノーシャイニーシャイニーじゃ、違ったわ。さあ、ミネズミのシャイニーが来る！来ない！シャイニー or not shiny? Not shiny. さあ、君はシャイニーちゃんかな？シャイニーかな？シャイニーなのかな？シャイニーちゃんなのかな？ No, no, shiny. 現在時刻18時40分。ここまでまだ、No shiny なんです。そんなことが果たして許されるのか？シャイニー山田が、なぜシャイニーを取れないんだ？考えました。ここまでシャイニーが出ていない理由、それは僕のシャイニー度が足りないんですよ。シャイニーパワーをもっと体の内側から出さなきゃいけない。まあ、ちょっと今チラッと見えた、ここがシャイニーになったら変わるかもしれないけど、でもここはダメなんだ。だから僕は体の内側をシャイニーにしていくことを今思いついた。ということで、今から僕はとある秘密兵器を皆様にご紹介します。それはこちらでございます。ババン、サバ。そう、サバなんです。なぜサバが秘密兵器なのか、皆様、お寿司の用語で光り物という言葉をご存知でしょうか？体が青く身が白い、そういった寿司ネタたちのことを光り物と呼ぶんだ。その中にはサバが含まれている。そう、サバ is shiny なんだ。だから今から僕はこのサバを自分の体に摂取することによって、身も心も全て、体の外も内もシャイニーということになるんです。ということで、こいつを今からミネズミを監視しながら、全てのミネズミをタップしながら食べていこう。これで体の中からシャイニーに。これめっちゃうめっ、え、めっちゃうめえな、お前。めっちゃうめえ。え、やば。しかし次のミネズミがいる。さあ、わかったよ。赤い貴様を愛そう。そして、この、サバのことも、愛していこう。まずい。18時53分、あと7分しかない。俺の何が足りないんだ？愛か？いや、愛はこんなにも、こんなにも、ミネズミのことを愛しているのに、なぜシャイニーが来てくれない？いや、待て。そもそも、シャイニーが来ないからといって、落胆している時点で、普通のミネズミに対しての、シャイニーじゃない奴らに対しての愛が足りないのではないか。シャイニーを愛するということは、シャイニー以外の全てのポケモンも愛することだって、俺言ってたよな。焦ってはいけない。焦らない。愛を持って、ミネズミを愛そう、君を。343のミネズミ、お前を俺は、愛していこう。さっきのミネズミは、どうやらウィロー博士の元に行きたかったみたいだ。そんな目をしていた。だから泣く泣く手放すことになった。でもこの次のシャイニーの、いや、シャイニーかわからないけども、ミネズミを愛するということは変わらないよ。さあ、58分、いや、今59分になった。きっと次が今日のラストミネズミだろう。しかし僕は最後のその1分、
え、ちょ、ね、なんで？え、なんで？いや、そこは、いや、ミネズミが出ると思うじゃん、そんな。え、は？え、え、狂うな。え、計算狂ってきたな。え、あと1分でしょ？ちょっと待って、ソースはないな、近くにな。え、待って。うい、あれ？ない？え、ちょ、いい、羽根っこまた今度。お前はいつでも取れるからいい、早く、早めに入れ替わって次の。早く。59分だから空気読んで。ねえ、空気読んで。早く。別の、ねえ、な、別のとこからでもいいよ、じゃあ、ミネズミ。え、本当にね、え、終わった。あ、終わった。あ、スポットライト終わ、ライ、スポットライトアワー終わった。あ、終わった。カモネギ出た。はい。ということで、シャイニー山田のスポットライトアワーは終わりました。確かに僕は全てのミネズミ、シャイニーだろうとノーシャイニーだろうと、どんなミネズミも愛すると決めた。だからそんな僕は今ミネズミをこの1時間で出せなかったからといって、なんだこのクソイベントとか、もういいよミネズミなんてとか、そんなことは僕は1ミリも思っていない。とても楽しくイベントを堪能した。しかし僕の名前はシャイニー山田なんだ。シャイニー山田という名前でシャイニーを出していない。これは納得していいのか。いや、ダメだ。今月残りのスポットライトアワーは残念ながら色違いが未実装の奴らがたくさんいる。しかし、もしもそいつらがそのスポットライトアワーまでに、もしくはスポットライトアワー実装のタイミングで来る、その日のタイミングで色違いが来たならば、私はまたシャイニー山田となってこの場所に姿を現そうと思う。そう、次回の私はシャイニー山田じゃない、リベンジャー、シャイニー山田として現れるだろう。今回は負けを認めようじゃないか。シャイニー山田のシャイニー確率、前回と今回合わせて 50%。 次回は必ず色違いを出してこの確率をアップさせようと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。シャイニー山田でした。うん、やっぱうめえわ。